皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今年もやってまいりました特会見夏の活動でございますけれども、今年もはいやってきましたのはこの北塩原村某所のまあ、ザリ釣りのスポットなんですけれども、まあ、去年はですね、ちょっと土曜日に来てみたら、ちょっとウォーキングのイベントとぶつかっちゃってて、まあ、結構こう、釣ってるそばをこう、人がね、こう、だーっとこう、歩かれてて、まあ、ちょっと、いい晒し物になってしまったんですけれども、まあ、今年はですね、平日に来ました。まあ、平日って言っても今日金曜日なんで、まあ、金曜休み取って、まあ、土日と3連休でこう遊びに行くなんていう方が、まあ、中にはいらっしゃるでしょうから、まあ、そこそこ、レジャーの車が、いたかなっていう感じなんですけど、まあ、この、釣りスポットの周辺にはですね、今のところ人気がありません。まあ、人はいるんでしょうけど、ペンションとかありますから、まあ、多少人はいるんでしょうけど、まあ、この釣りスポットには今のところ自分しかいません。はい。で、さっきちょっとざっと、この、周辺の、水が流れてるところを見て回ったんですけど、見た感じちょっとね、見てわかるザリガニはちょっといないですね。はい。なので、今年はまず、ちょっとね、餌をこう仕掛けて、そこにこう、ある程度寄ってきたこうザリガニをね、取ろうかなと思って、まあ、釣るっていうよりはこう網で救う感じがメインになるかなと思うんですけど、まあ、ちょっとこれから餌を仕掛けていきたいなと思います。はい。はい、というわけで、一応、この、毎回使ってるこの竿ですね。竿も一応持ってきてはいるんですけど、まあ今年はちょっと罠を仕掛けて、それを取る感じになると思うんで、まあこの竿よりは、こちらのね、網がメインになるかなと思うんですけども、仕掛けていく餌は今回これですね、丸ごとスイカ。はい。まあ結構匂いに敏感なザリガニなので、打ち出たザリガニはですね。なので、まずはこいつを、各所に餌として仕掛けて、ちょっと時間経ってから、ちょっと様子を見てみたいなと思います。はい。はい、じゃあこんな感じですね。紐に餌をくくりつけて、で反対側ですね、まあ、餌だけ持っていかれないようにちょっと重りをつけて、これを、まあ、ちょっと餌を沈めておいて、ザリガニ寄ってくるのを待ってからですね、ちょっと取ってみたいなと思います。はい。はい、とりあえず周辺3箇所ぐらいに餌を仕掛けたんですけども、まあそれに寄ってくるザリガニを待ってるだけでちょっと時間がもったいないんで、一応こちらですね、竿に餌をつけたやつも使ってリアルタイムでこう釣っていくようにしていきたいと思います。はい。小さいですけど、これは左のハサミが取れちゃって、新しく生え変わったやつが今出てますね。ちっちゃい。とりあえず一匹ね、ちっちゃいですけど、ね。
はい、釣りを始めて1時間ほど経ったんですけども、こちらの、第一の池、それからこっちのずっとつながってる水路と向こうの池とを一応やってみましたけど、まあ仕掛けた餌にもあまりかからず、まあ竿を落としてもかからず、うん、でなんとか取れたのが、今何匹でしょう、6匹か5匹ぐらいいたと思うんですけど、まあみんな小さい個体なんですよね。だからもうちょっと取りたいんで、今度はこっちにあの小川が流れてるんですけど、そっちの方もちょっとね、やってみたいと思います。はい、というわけで釣り開始から3時間くらい経ったんですけれども、現在の成果は、まあ、これです。こんなもんです。はい、非常にこうちっちゃい個体ばっかりですね。はい、で今9匹しか取れてません。はい、でまあ一番大きい個体でも、まあ、ここにいる、まあ、10センチあるかないかの個体ですけれども、これが一番大きいやつですね。はい、でまあ昨日ですね、かなり強い雨がこの一帯、降ったようで、その雨でこう多分、ね、小川がだいぶ増水したようなんで、まあその影響もあってかね、ザリガニちゃんが全然いませんね。はい、いるにしてもまあ小さい個体ばかりで、まあ一番釣れたのがこっちの大地の池ですね。はい、まあそっちの水路にもですね、まあ、少なくても 1,2 匹はこう見えっとこにこうね動いていたりするんですけど、全くその気配がないんですね。こっちはね、まあこっちの水路では1匹も釣れてませんので、で一番奥の第二の池の方だと、やっぱりいないんですよね。例年この向こうの池から出ていく水路のところあたりではまあ結構取れたりするんですけど、まあ、今年は釣れて2匹のちっちゃいやつだけみたいな感じですね。はい、まあ、今日はですねちょっとあまり時間がないっていうのもあってですね、とりあえずですね今日はですねこのザリガニちゃんたちをですね油にぶち込む料理をちょっとやってみたいなと思います。はい、というわけで今ちょっと別の場所に来て撮ってるんですけども、まあとにかくちょっとね、今回は釣果が、しょっぱいことになってしまったんですけれども、まああのあの場所は週末にこの定期的にですね、ザリガニを釣ってこう食べるというイベントが行われてるんですけれども、まあそれが、行われてるだけの原因ではないとは思うんですけど、まあ、前日にですねちょっとね、強い雨が降って、まああの
その、小川がちょっと増水したりするした、まあ、可能性があるので、まあ、そういった原因も加味して、あんまりザリガニがいなかったのかなとは思うんですけど、全然取れなくて、まあ仕方なく、まあ、本来やろうとした料理を進めていたんですけれども、ちょっとねさすがに取れたザリガニの量が少なすぎたために、ちょっと本来、作りたかったものが作れなかったので、まあ仕方なくこの揚げたザリガニをラーメンにダンクして、食べただけっていう感じで終わってしまったんですけども、まあ揚げたザリガニがこちらになりますね。はい、非常にこういい色、美味しそうな色になっててね、非常に香ばしい香りがするんですが、まあちょっとこれも失敗したなっていうのは、実はこう食べてたラーメンとちょっと関わりがあるんですけど、まあそれに使うためにこう油でちょっと揚げてたんですけど、まあ油で揚げるんですけど、やっぱりあの寄生虫が怖いので、それをまあね、無効化しちゃうためにちょっとかなり長い時間揚げたんですけど、ちょっと揚げすぎちゃって、やっぱりあのカリカリに揚がって香ばしい匂いはするんですけど、あの肝心のザリガニの美味しさというか風味がねちょっと失われちゃったなという感じがしたんで、まあこれはあの揚げるよりは、まあ普通にボイルした方が風味が残ったんじゃないかなと思うんですよね、これね。はい、まあこれはこれでこう、まあスナックとしてはいいかもしれないんですけど、完全にこの、まあ、加食部ですね、それがもうカリッカリに揚がっちゃって、その風味がねちょっとやっぱ失われてしまったんで、それがちょっとまあ失敗といえば失敗だったんですけども、まあ今年こそはですね、まあ毎年なんか言ってるような感じがするんですけど、まあ、今年こそはやっぱりですね、ちょっとリベンジを今年のうちにまあできればなと思うんですけど、ちょっと、時間がいつ取るかがちょっとわかんないんですけど、今年こそはですね、やっぱりリベンジをしたいです。はい。というわけで、ひとまず今年のザリ釣りはこれで終わりにしたいと思います。はい。というわけで、最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画を再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。